さて、じゃあここからは、じゃあ、この偏微分係数を見ることで、その極値を与える点の候補まではわかるんですけど、じゃあそれが実際に極値を与えるかどうかっていうのをこれから調べる必要があるわけですね。そこで、何を使うかというと、我々は、前回やりましたテイラーの定理を使って、今度はその二次、fxi の二次導関数の、振る舞いを調べていきます。ということで、以後は、fxi は C2 級、すなわち少なくとも2回偏微分はできて、しかもその導関数が連続であるという仮定を置きます。まあでしょうか。さて、ここもですね、やはり極値判定は一変数関数の時にもやっていまして、でそれと大体似たような形で行いますので、この一変数関数の、極値判定の仕方を復習しておきます。ここではその y イコール fx を c2 級、すなわち2回偏微分可能で連続として、で、x イコール a で極値を取ると、ここで仮定しましょう。そうすると、その a のある近傍で、近傍 j ですね、これは先ほどの開関でもいいですけど、そういう近傍開関において、その任意の点 x に対して、その一変数関数のテイラーの定理から、まずこういう式が成り立つことがわかります。すなわち、fx っていうのが、こういう形で展開されるわけですね。で、このスモール o っていうのは、この x マイナス a の、2乗よりも、より高次の無限小ですね。だから、早く0に近づくところなので、実質的には、ここでは、fa と f'a と f の2回微分の係数を考えれば良いということになります。で、ここで今、その x イコール a でこの関数は極値を取っているよということなので、この1回部分ってもう0なんですね。そうすると、あとはですね、どこで決まるかっていうと、この2回部分の係数、2回の変動関数、変微分、あ、2回の微分係数で、この x イコール a における f の極大極小が決まるということなんですね。つまり、ここで、例えば、その近傍の任意の点 x に対して、この2回の変動関数が常に正であると。だから a からちょっとでも離れると、大きい方小さい方どっち行っても、この2回の偏微分係数が0、正であれば、そこでの f の値っていうのは fa よりも大きくなりますから、この時には fa は極小値っていうふうに判断できます。で、逆にここのですね、FWA っていうのが、負であればですね、これは X が A から離れれば、その FX というのは必ず F よりも小さくなりますから、その段階で、この FA っていうのは極大値であるというふうに判断できます。で、このように、一変数関数の場合には、この2回の、微分係数の正負で、その極大極小の判定ができるということをまず思い出しておきましょう。で、これを踏まえて、今度はその二変数関数のですね、この xy、この ab の近傍での振る舞いっていうのを観察することにします。今、ここではその fxy がですね、ab において極値を取るとしましょう。で、極値を取ると仮定しておりますので、この ab における x および y の偏微分係数はどちらも0に等しいということになります。で、この時に、テイラーの定理を使うわけですね。AB のある近傍 D において、この A と B から少しだけ離れた点、H と K というのは小さな次数ですけど、こういう離れた点において、このテイラーの定理から、こういう展開ができるというわけです。で、一応先ほどと同じように、この H2 乗プラス K2 乗のオーダーの部分っていうのは、これ H と K が0に近づけば、これ上の項よりもずっと早く0に近づきますので、実質的にはここの2回の変動関数までの項を考えておけばよいということになります。で、さらに言いますと、この1回の偏微分係数はこれどちらも AB では0にっていうふうにしてましたので、この2つの項は0なんですね。そうすると、はこの FAB の他に、この2回の偏微分係数が入っているこの項が、極大極小の判定に関与するということになります。そうすると、この値ですね、この値です。これの正負によって極大極小が決まるということです。で、ここで気をつけなければならないのは、この h とか k っていうのは、正の値取ったり、負の値取ったりするわけですね。
そうすると、まあ、H と K が両方がこういろいろ政府の値を取って微小に動くときに、この全体の符号がプラスで変わらないのか、あるいはマイナスで変わらないのか、あるいはその H と K の値によってプラスになったりマイナスになったりするのか、あるいはまあゼロのままっていう場合もあり得ます。だからそういうところをちょっと判定する必要があるということです。で、そこで、これからその次のところで、その二次形式という道具を導入するんですが、その二次形式の導入するために、この式ですね、この式を行列とベクトルの積を使って表します。そうすると、実は、こういう形の行列とベクトルの積で表せるんですね。まあ、とりあえずこれは、こう表せると覚えてもらうしかないんですけれども、とりあえずこれ展開すれば上の式になりますから、疑問のある人は後で確かめてみてください。そして、ここにですね、行列が1個出てきました。この行列は何かっていうと、その2回の偏微分係数をこう、ある規則で並べた行列です。1行1列が、x の2回の偏微分係数。で、2行2列が y の2回の偏微分係数。それからと、残りの部分は xy の偏微分だったり、これ両方とも xy の偏微分ですね。なぜかというと、本来は yx がここに入っていくんですけれども、今、どうしたっけな。偏微分可能ということにしております。あ、偏微分か。この f は、AB で偏微分可能で連続ということにしておりますので、どちらもこれ、F の YX っていう偏微分変動関数は F の XI っていう変動関数に等しくなります。ですので、こういう形で表せるってわけですね。で、この行列のことを、記号では H の F の AB と書きまして、まあ、ちょっとややこしいですけどね、括弧が2個ついてややこしいですが、その F の AB における平成行列と呼びますので、これを一応押さえておいてください。まあ、こういう行列の振る舞いをこれから調べるということです。